こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。白菜炒めですね。白菜蒸しかな、蒸し白菜、あ、蒸しキャベツ、蒸しキャベツの方がいいですね。油使ってないから蒸しキャベツ、蒸しキャベツですね。で、スクランブルエッグ、スクランブルエッグですね。これサムネイル用に取っておいた方がいいですね。今日のサムネイルは蒸しキャベツですけど、蒸しキャベツですけど、明日は多分このスクランブルエッグになるかもしれないですね。蒸しキャベツ、スクランブルエッグ LL2 個、卵焼き LL4 個、白ご飯で、いつものだしオムレツを作ってます。体重ですね、肝心の体重は何キロか。うわ、ごっつ増えてる。こりゃいかん。お分かりだとは思うんですが、ほとんど食ってないんですよ。まあ、飴か。飴3つ食べたか。はい、体重 57.8。これ以上はどうしようもないわ。体重 57.8。体重 57.8、体脂肪 13.4。これ以上、ダイエットのしようがない。基礎代謝1351。内臓脂肪レベル5、筋肉量 47.5、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度、体重 57.8、 内脂肪率 13.4、 基礎代謝1351と、はい、蒸しキャベツ、スクランブルエッグ、卵焼き、白ご飯、タイスープ、タイ白菜スープかな、はい、だしオムレツ以上です。はい、まあ卵とキャベツということです。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。